優勝戦1号艇高橋正夫選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは手にされた57号モーターの仕上がり具合を教えてください。出足から行き足がいいと思います。実は7月最初の優勝戦にもこの57号機で乗ってらっしゃったんですよね。はい。前転で引き合ってた時はどんな感想でしたか？引きたいなとは思ってたんですけど、まさか引けるとは思ってませんでした。そのまさかの引き当てて前傾一番時計タイからなかなか良さそうな足に見えましたが、ご本人の感触はいかがでしょう？はい、最初から良かったです。予選ラストは連勝ゴールで得点率トップにも浮上されました。このあたりの3日目の連勝を振り返っていかがですか？そうですね、初日2日目ちょっと、出口で流れたりとか、足以外の部分で合ってないなと思うところがあったんですけども、3日目はその辺もしっかりやってたと思います。ではこの後優勝戦に向けてさらに何か調整される計画などはありますか？昨日ちょっとスタート遅れてしまったんで、その辺の回転の上がりとかを、今日もまたしっかり調整したいと思います。やはりその授乳でもちょっとへこんでしまったようにスタートが一番気がかりなところでしょうか？はい。その辺はどういった調整で間に合わせていかれますか？回転が上がりが悪ければちゃんと上がるようにしたいと思います。それでもしっかりと伸び返して逃げてらっしゃいます。優勝戦も1号艇もちろんインと考えていいでしょうか？はい、はい、それではインからの望む優勝戦、ぜひ力強いメッセージをお願いします。はい、しっかり逃げて優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。優勝戦2号艇柳井啓太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。手にしている48号機、2連体率もかなり高いモーターのようですが、はい、実際乗ってみて手応えいかがですか？めちゃくちゃ出てます。はい。初日の強風の中でもかなりパワフルな足でしたね。はい、そうですね。安定板ついても大丈夫ですね。そのエンジンなんですが、さらに何か上積みを求めて調整されたり、今日は作戦ありますか？そうですね。2号手なんで、出足系を良くしようかなと思ってます。その2号艇での登場ですが、コースの方は？2号艇だと思います。はい、はい、じゃあ2コースあたりからという想定で、はい、モーターの調整も、はい、そうですね。はい。今節スタートの方はいかがでしょうか？ちょっと掘ってるんですけど、15ぐらいで行けてるんで大丈夫と思います。準優勝戦もしっかりと逃げ切っての優勝となりました。展開振り返っていかがでしょうか？そうですね、ちょっと回りすぎてたんでペラが、それでもモーターが押してくれたんでね、全然大丈夫でした。ではモーターに自信を持って優勝戦に臨めそうですね。はい。では最後にぜひ優勝戦への意気込みをお願いします。優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。優勝戦3号艇の柴田浩二選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは手にされている64号モーターの仕上がり具合を教えていただけますか？やっぱり勝率あるんでレース行ったらレース足がいいですね。はい。やっぱり一番気に入ってらっしゃるのはそのレース足ですか？そうですね、レース足いいです。今節そのレース足を良くするためにどんな調整重ねてこられましたか？いや、もうプロペラしかやってないんで今日もプロペラやっていこうと思ってます。じゃあ今日も優勝戦まで時間がありますが、ペラ調整で丹念に？そうですね、もうちょっとやりたいことあるんでそれをしようかなと思ってます。どの辺の足がついたらさらに嬉しいですか？いや、もう全体的にね、多分まだ力持て余してると思うんで、もうちょっと引き出せたらなと思ってます。さて優勝戦は3号艇となりました。コース含めどんな作戦でしょうか？もうピットデーが一緒なら、枠主張したいと思います。そのピット離れは今節いかがですか？悪くないです。はい。じゃあ3コースあたりからいけそうですね。はい。スタートはいかがでしょう？ちょっと自分の感とは合ってなく難しいですね。はい。その辺の微調整も今日中にですね。そうですね、もう一度しっかり、練習したいと思ってます。はい。それでは1年ぶりの優勝がかかります。ぜひファンの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、チャンスあると思いますんで、精一杯頑張ります。ご支援お願いします。優勝戦4号艇は中谷隼人選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。中谷選手、手にされている19号モーター仕上がり具合はいかがでしょうか？準優が一番良くて、最初から伸びはいいんですけど行き足とかも良くなってました。準優勝戦では角から思い切って握っての攻めが実りましたね。
展開振り返っていかがですか。ね、展開が良かったですね。さて優勝戦は4号艇での登場となりますが、コースの方はどんな作戦でしょうか。4コースから行くと思います。4コースから、はい、スローダッシュだったらやはり角が欲しいところですか。はい、どっちでもいいですけど、はい、今節スタートの方はいかがでしょうか。スタートは昨日は勘通りに来たので、今日もしっかり行けるように練習したいと思います。では1日時間がありますが、何か調整されたり上積み求めたりされることはありますか。プロペラはこれをベースに微調整でいくと思います。7月からの連続優勝となりました。ぜひ優勝への力強いメッセージをお願いします。はい、今日も頑張ります。お願いします。優勝戦5号艇本田博和選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本田選手、手にした13号モーター仕上がり具合はいかがですか。足は全体的に感じがいいと思います。数字的にはまだそこまで上位ではないんですが、乗ってみた感触はそれよりもっと良さそうですかね。そうですね、まあプロペラの微調整でやろうと思います。特徴としてはどのあたりが気に入ってらっしゃいますか。特に特徴はないですけど、全体的にっていう感じですね。ではここから優勝戦まで何か上積み求めたり、こんな足が欲しいというのはありますか。まあ、プロペラの微調整だけでいこうと思います。今回5号艇での優勝です。コースの方は何かコース取りなど考えていらっしゃいますか。5コースから行けたらと思ってます。5コースからダッシュからのスタート、今節いかがでしょう。優勝できるように精一杯走ります。それでは最後に優勝戦への意気込みぜひお願いします。はい、優勝できるよう精一杯走ります。応援お願いします。優勝戦6号艇中村海星選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。中村選手、手にされた16号モーターの仕上がり具合はいかがでしょうか。はい、出足中心にいい方だと思います。前回乗った森高選手も優勝、2連対率もかなり高いようですが、数字と比べてもいかがですか。はい、そうですね、数字ぐらいあると思います。ではここから優勝戦に向けて何か調整されたりされますか。そうです、まあ結構乗りやすくて展開もつけるような足はしてると思うんで、まあ6コースなんでちょっと展開向ければいいなと思ってます。さて6コースなんでというお話がありました。もう大外想定で準備をされるということでしょうか。はい、6コースからいきます。順位はくしくも3着ながら繰り上がりで、トーチは3連続優勝となりました。徳山との相性いかがでしょう。そうですね、乗りやすくて自分は結構好きですね。それではその大好きな徳山水面での優勝戦、ぜひメッセージをお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。